こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。アップルと提携したことをヒュンダイ自動車がリークし、アップル側は大激怒し、提携が破談になり株価が大暴落したヒュンダイ自動車ですが、アップルはトヨタなど日本企業との提携に方針転換したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。激怒したアップル、トヨタと電気車をめぐる議論も。ブルームバーグ通信が匿名の消息筋の言葉を引用して、アップルと現代の電気自動車生産議論が最近中断したと報道した。ブルームバーグは、現代キア社がアップルとの協議内容を間接的に認め、こうしたことがアップルとの協議を歪めたと伝えた。アップルは電気車の開発を数年間秘密にしながら、協力会社を効率的に支配するためのシステムを構築している。ブルームバーグはアップルと現代がいつ協議を再開するかは不明だと伝えた。一方、ブルームバーグの報道に先立って、ウォールストリートジャーナル WSJ はキア社が米ジョージア工場でアップルカーを組み立てる計画と関連し、潜在的パートナーと接触していると伝えた。 WSJ によると、キア社の親会社であるヒュンダイ社はアップルと交渉を行い、30億ドルを投資し、キア社が早ければ24年からアップルブランドの自動車生産を開始する案について議論している。合意が成立すれば、生産初年度からキア社ジョージア工場で最大10万台を組み立てることができる。しかし、アップルはヒュンダイ社のほか、様々なパートナーとの協力案を模索しているという。前日、日本経済専門の日本経済新聞は、アップルがトヨタ、日産、ホンダ、三菱、マツダ、スバルの6社とアップルカー生産に向けた議論を進めていると報道した。それではネットの反応です。それは言い訳だろうし、技術移転要求に応えてくれないだろう。ただヒュンダイ自動車を利用したかっただけなのに。笑い転げたね。口が軽いと言いながら、トヨタは口が重いからニュースに出るのか。ヒュンダイ自動車はアイオニックをきちんと作れ、いつからアップルに取り入って株価を上げたかったのか。現代キアを下請け会社程度に見ているようだが、アップルの傲慢さがどのくらい続くのか見てみる。韓国企業が口が軽いのは事実だが、アップルはセキュリティに敏感だ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。